どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。本日はですね、 ANA の安心変更キャンペーンと JAL のお得な運賃で安心の旅に出よう、取り消し手数料無料特別対応解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ANA とね、JAL が共にね、こんな世の中になってしまっている状況を見てですね、特別対応をね、発表しているわけなんですけども、本日の動画ではですね、幸先はね、見えづらい航空券購入についてですね、どんな対応で、どんな感じでね、違うのかっていうのを解説ね、していきたいなっていうふうに思っております。まず ANA なんですけども、安心変更キャンペーンということで、変更にかかるね手数料が全てね無料対応っていった形になっております。こちらね、あくまで変更がメイン対応っていう風になっておりますんで、キャンセルについてはですね、所定のね手数料が必要っていった形になっております。でですね、手数料に関してはこんな感じに、ね、なっておりまして、購入したね航空券の種類によってね規定が変わるようになっておりますんで、細かく見られたい方はですね、公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらね確認していただければなという風に思っております。でですね、2021年の3月現在のですね対象期間については先日ね延長が発表されまして、2020年の7月1日から2021年6月30日搭乗分の国内線航空券を2020年の6月26日以降にね購入していただいた方っていった形になっております。でですね、変更手続き対象期間についてなんですけども、2021年の6月30日までに購入したね予約便を出発前までにね変更していただければ対象といった形になっております。でですね、対象運賃についてはこんな感じに、ね、なっておりまして、 ANA スーパーバリュープレミアム3から ANA バリュートランジット28までの運賃がですね対象といった形になっております。でですね、予約変更による、ね、運賃差額についてなんですけども、高ければですね追加で支払うといった形になっておりますし、安ければですね返金になるといった形になっております。それでは次にですね、手数料なしで変更できるケースの例をね見ていきたいなというふうに思っているわけなんですけども、こちらね2つ出ていると思うんですけども、まずね上からですね、購入済みの航空券がですね2021年の3月15日 ANA バリュー3で3万960円、購入日がですね2021年の2月の1日、変更手続きが2021年の3月15日ということで、こちらね変更後がですね2021年の5月2日の ANA スーパーバリュー45 29,560円ということで、こちらについてはですねキャンペーン対象期間中という風になりますので、手数料なしでですね変更することができるといった形になっております。でですね、元々の購入価格が3万960円という風になっておりまして、変更後はですね29,560円という風になっておりますので、変更後の方はですね1400円ね安くなっているという風になりますので、1400円ね払い戻しは受けられるっていった形になっております。でですね、もう一つね見ていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、往路はですね2021年6月30日 ANA スーパーバリュー75で18,560円、復路はですね2021年の7月1日 ANA スーパーバリュー75で15,260円ということで、こちらね購入した日がですね2020年の12月31日、変更手続きを行ったのが2021年の5月の5日で、変更後はですね2021年の6月29日の ANA スーパーバリュー45 19,060円、復路はですね2021年6月30日の ANA スーパーバリュー45 15,960円ということで、こちらもですね対象期間中といった形になりますので、手数料無料でね変更することができるといった形になっております。でですね、価格についてなんですけども、変更前の料金については18,560円と15,260円ということで、こちら合計すると33,820円になるわけなんですけども、変更後はですね19,060円と15,960円ということで、合計ね35,020円というふうになりますんで、差額はね1200円かかるっていった形になりますんで、変更手数料はね無料で利用することができるわけなんですけども、運賃の差額はね1200円追加でね支払うっていった形になっております。でですね、こちらの2番目の方についてはですね、変更前の復
袋についてなんですけども、2021年の7月1日ということで、こちらねキャンペーン対象外期間にはなるわけなんですけども、往復ね同一の予約記録で購入されている方についてはですね、オーロがキャンペーン対象期間であればですね、袋がキャンペーン対象外期間であってもですね、手数料無料でね利用することができるっていった形になってるんですよね。こちらねぜひね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。それでは次にですね、手数料なしで変更できないケースの例をね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずね一つ目ですね、購入済みの航空券が2021年の7月15日 ANA スーパーバリュー75 16,460円ということで、こちらはですね2021年の7月15日のね便を購入しているというふうになりますんで、キャンペーン対象期間はですね2021年の6月30日までっていうふうになっておりますんで、対象外期間になるためですね、変更する場合はですね変更手数料と騒ぐの運賃がね必要っていった形になっております。それでは次に2つ目ですね、こちらは購入済みの航空券が2021年の4月の28日 ANA スーパーバリュー75 13,860円ということで、こちらね購入した日がですね2020年の6月20日っていうふうになっておりますんで、2021年3月現在のキャンペーン対象期間はですね2020年の6月の26日以降にね購入された航空券がね対象っていった形になりますんで、じゃあね購入日が2020年の6月20日ということでキャンペーン対象外っていった形になっております。 ANA に関してはですねこんな感じでキャンペーン対象期間中であればですね、予約の変更がね無料で利用することができるっていった形になってるんですよね。またですね2021年の6月30日までの搭乗分についてはですね、変更は何度でもね利用することができるっていった形になっております。でですね2021年7月1日以降へは一度のみね変更することが可能っていった形になっております。それでは次に JAL についてなんですけども、お得な運賃で安心に旅に出よう特別対応ということで、 JAL に関してはですね取り消し手数料無料っていうね特別対応をね行っているっていった形になってるんですよね。でですね JAL の取り消し手数料無料の対象期間についてなんですけども、2つにね分かれておりまして、まずね1つ目なんですけども、2020年の10月の25日から2021年3月27日搭乗分の対象運賃をですね2020年の9月の5日から2021年3月27日までにね新規購入された方っていう風になっております。で2つ目ですね、2021年の3月の28日からですね2021年の6月30日搭乗分の対象運賃をですね2021年3月20日から2021年の6月30日までにね新規購入された方っていった形になってるんですよね。対象路線についてはですね JAL グループ全路線という風になっておりまして、 FDA AMX コードシェア便をね含むっていった形になっております。でですね対象運賃に関してはウルトラ先得、スーパー先得、先得割引タイプ AB、 特便割引13721、乗り継ぎ割引728っていった形になっております。でですね期間中の取り消しの際の手数料と払い戻しの手数料はですねこんな感じになっておりまして、一番上のね先得割引をね見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、購入後出発の55日前まではですね440円でね払い戻しねできるっていった形になるわけなんですけども、出発の54日前から便出発前までですね通常期に関しては運賃のね 50% が必要っていった形になるわけなんですけども、今回のね特別対応期間ということで、こちらはですね払い戻し手数料の440円でね予約の取り消しができるっていった形になってるんですよね。でですね特便割引については、購入後ね出発の55日前までは440円っていった形になるわけなんですけども、出発の54日前から便出発前まではですね本来は運賃額の 5% がね必要っていう風になるわけなんですけども、特別対応期間ということで440円ですね払い戻し手数料のみで予約の取り消しがね
することができるっていった形になっております。 JAL に関してはですね、取り消し手数料はね無料っていった形になっておりますんで、もしねキャンセルしたいなと思った場合でもですね、払い戻し手数料の440円さえね支払えば予約をね取り消すことができるっていった形になっておりますんで、この点はねかなり使い勝手がねいいのかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA と JAL の航空券購入についてですね、どんな感じの対応されているのかっていうのをですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、 ANA はね予約を変更するのは無料なんですけども、キャンセルについては所定の手数料がね必要っていった形になっておりまして、 JAL の方はですね取り消し手数料が無料っていった形になっておりまして、払い戻し手数料440円でですね予約のキャンセルがね可能っていった形になっております。この点はですねぜひね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。またね期間についてもですね、 ANA、JAL ともにですね2021年の6月30日までねかなりね長期間でね対応していただけてるっていうふうになりますんで、本当にありがたいとしかね言いようがないですよね。またね440円だけでね予約のキャンセルができるっていう点についてはですね、 JAL の対応はねとても利用しやすいかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。